アーチーファイヤーレイムディアアーチィファイヤーレイムディアは、アメリカインディアンラコタ数族に属するミネコンジュ族の、伝統ハメディスンマン、スタントマン、民族運動家。アーチーファイヤーレイムディアは、サウスダコタ州のローズバッドインディアン保留地の、コーンクリークで生まれた。父親は有名なウイチャシャワカンのレイムディアで、伝統に従って、祖父のヘンリー・クイック・ベアーに育てられた。14歳の時に、 セフランシスインディアン学校を逃げ出して、後に米軍に入隊し、朝鮮戦争では特殊部隊として派遣され、捕虜となった。退役してからカリフォルニア州に移り、ガラガラ蛇の駆除業者、西部劇映画のスタントマン、ロデオノリ、ハリウッド牧場の主任など、様々な職業につき、叫びたりの毎日を送った。このため後に糖尿病となっている。 酒造の文化を本来持たないインディアンは、狩猟のコントロールができず、また原始を重んじる文化から酒に溺れる例が非常に多い。アルコール依存症は、現在も、インディアン民族が抱える、重大問題の一つである。1971年に、アルコール中毒で倒れた後、自ら薬物、アルコール中毒のカウンセラーになり、 ロサンゼルスのインディアンセンターで活動するようになった。アーチーは州のインディアン囚人のために刑務所内プログラムを実施し、全米の刑務所に数族のスウェットロッジを導入させ、サンタバーバラにもインディアンセンターを設立させた。1976年に父親のレームディアーが死去した。この時、アーチーは死の床の父親から 霊的な贈り物を受け継いだと語っている。レームディアーはアーチーに、世俗の赤にまみれ泥水を飲んだか。真のウィチャシャワカンは、ワシのように高いところを飛び、ミミズのように地面を這いつくばって生きるものだと言葉を残した。以後、数族の伝統派の呪い師として、サンダンスの儀式や様々な儀式の世話役を認じ、他の呪い師らと共に、伝統儀式の復興に尽力した。 また世界中を歴訪し、インディアンの精神世界や権利についての講演を行い、ダライラマ14世やヨハネ・パウロ2世と会見した。1980年には、オランダのロッテルダムで開かれたラッセル法廷で先住民の権利に関して講演した。アーチーは、インディアンの伝統儀式を広めた貢献者であるが、1980年7月12日に、二人の 人物のビジョンクエストの買い添えを行った際に、そのうち一人のロナルド・デルガドという人物が死亡するという事故が起こった。ビジョンクエストは原子を得るために一人きりで4日4番地中の穴にこもり、飲まず食わずの苦行を行うという厳しい試練であるが、デルガドは糖尿病を患っていて、この苦行に耐えられなかった。この事故についてアーチーはインディアン、 ヒンディアン両者から避難を浴びたが、もともとアーチーは、伝統派の呪い師であり、告訴などは行われなかった。デルガドの人種は明かされていないが、カトリック教徒と伝えられている。1970年代以降、全米で、インディアンの儀式が復活するに従って、白人のニューエイジなどがこれに参加するようになり、本来無償の儀式を金銭目的で主催するような、 物たちもインディアン、非インディアン両者に現れた。この事件もこういった問題の中で取り沙汰されたのである。アーチーは長年にわたって、ローズバッド保留地のクロードッグパラダイスで開催されるサンダンスの儀式の世話役を務めた。2001年1月16日死去。糖尿病と心臓病を患っていた。アーチーの死後は、 息子のジョンが、レームディアー家のメディスンマンとしての後目を継いだ。ありがとうございます。